そう、なんかみんなにじゃなくて改めてさ確認してほしいのが、バンダイステージは NST 祭りはお写真や動画を撮ってはいけません。せっかくルールを守って楽しんでくれてるいるのに、ルールを破って自分だけ得をするようなことはしてはいけません。私たちもちょっと悔しいです、みんなに。私たちはみんな同じぐらい幸せになってほしい。だから、堂々とカメラをこう掲げてた方がいました。3名ほど、私は最低でも3名ほど見つけました、ステージの上で。そういうことはやめてください。みんなはやってなかったの見てるよ。偉いね。大丈夫。ただ、みんなの理解を広めていけばきっと減るはず。ありがとう。でもみんなが怒ると喧嘩になっちゃうから、コマが怒ってあげるから大丈夫だよ。 みんなはちゃんとルールを守ってみて、そしたらみんながよしよししてもらえるから、メンバーのみんなから。偉いね、取らないでって。あともう一点です。ステージのさ、楽屋、ステントがあるじゃん。でさ、その楽屋までさ、私たちは徒歩で移動するわけ。出待ちとかさ、なんて言うんだろう、お見送りみたいな感じでさ、逆お見送りみたいな感じでさ、みんなが手振ってくれるじゃん、一列になって。そういうの本当に嬉しいの。全然そういうのはいいし、お触りとかはやっぱりダメだけど、そういうのは私たちもめちゃめちゃ嬉しいし、幸せになりながら通ってたんだけど、やっぱりその中にも、スマホを構えて私たちのことを動画を撮って、待っててくださった方もいらっしゃって、そういうのもあんまりよろしくないかなと思いますので。ちゃんとみんな平等の幸せを私は与えたいと思いますよ。それはね、なんかお見送り、出待ちの件についてはちょっと公式でね、詳細が出たりとか、ルールがあったりとか、していいしちゃダメとかもうなかったから、今回は仕方ないなって。なんかみんなのせいでもないし、やっちゃダメとは言われてないって言われたらそりゃそうだってなっちゃうんだけど、なんかね、私たちはみんなさ、私の写真をさ手に入れる時はさ、お金を払わなくてはいけないわけじゃん。みんなはお金を払わなきゃいけないのに、そのカメラを構えてる人は無料で撮れちゃうわけでしょ。しかもみんなが絶対もらえないような映像が。それはさ、ちょっとさ、みんなが悲しくならない？僕たちはこんなお金を払って写真を買ってるのに、なんでいいんだよってなっちゃうから、ちゃんと、OK だよって言われたところで、私たちを可愛く収めてくれたらなと思いますよ。そう、コマちゃん、楽屋入り一人最後でした。実は、時、今日、衣装さんがいなくって、後ろのジッパーとかが止めれなくて、一人でてんやわんやして、メイクもそう、コマちゃんも悲しい気持ちになっちゃう。でもみんながさ、コマのさ、応援してくれてるみんなはさ、そうやってさ、ダメだよね、そうだよねって分かってくれてさ、でもさ、それをやってしまった人をさ、攻撃とかもする人じゃないじゃない、あんまり。そういうのは私誇りに思ってる、すごく。そういう、なんて言うんだろう、悪者になるというか、嫌われ役をするのはみんなじゃない。
私たちもそうだし、そのスタッフさんもそうだし、そのためにみんながいるから、みんなは楽しんでくれればそれでいいんです。ありがとう虹色、いっぱい流れてきた。そうそう、朝の楽屋入りの件、もうね、あのね、あれなんだよ。まずね、メイクの順番が髪セット、ヘアメイクさんにやっていただける順番がそもそも最後だったのね。でしかもその最後の方も、なんて言うんだろう、習いたて、まだちょっと研修中みたいな感じの方で、すごく可愛くない？踊ってもこんなしか崩れてない。でそうやってくださってた、ゆっくりなっちゃうんだけど、すごく上手にやってくださったんだけど、で最後のあのもあって、しかも三つ編みってすごい難しくて時間かかっちゃうから、みんなより遅くメイクが終わって、そこからみんなより遅く着替えに入ったんだけど、みんなと同時に着替えられたらさ、お互いチャック開けたりさ、後ろ問題が解決できたんだけど、一人だったから、もう一人でこうやって鏡見ながら、できてるこれとかやりながらやってたら、大竹さんって言われて、はい、今います今着替えてますって、早く行くよって。だからスタッフさんもさ、それ順番までは把握してないから、ただただコマが準備を怠ったっていう考えになっちゃうのは仕方がないのね。そこはもう仕方ないし、後々分かってくれたし、だからそこはいいんだけど、コマは急ぎま急ぎまとか言って、荷物持ってく、荷物どうすんのって、これ持ってきますって、でかすぎるカバンを持っていこうとして、そんなんじゃダメだよ、入らない入らないって言って、このちっちゃなポーチに収めるのに数分かかり、うん、大きい荷物の方をあの劇場の荷物置き場に置きに行くのにも時間がかかり、結局みんなに置いてかれちゃって、みんながいなくなったところでパニックになって、ヒーヒーヒーって一人でボロボロ泣き始めて、メイクさんに、あーせっかくメイクしたのに泣いちゃったじゃんって言われました。それでその時だから、最後コマが最後にスタッフさんと歩いてきた時のコマは、あれはちょっと半べそコマさん、コマ頑張ったのにっていうコマさんです。でもスタッフさんもね、分かってくれてた多分、あの感じは、うん、だから全然コマがヒーンって言い始めたら、あ、多分そういうことだったんだなって思ってくれたんだと思う。ふふん、うん、ふんふんこぼした。そうそう、今日は徒歩移動だったんです、全部。まあそれもなかなかないから楽しかったですけどね、みんなで手歩いていくのは。しっかりしたコップです。やばいよ、こんなもん。喉ね、治ってないね。咳によっては見えてたかもしれないんだけど、自然渋滞の後もう咳止まんなくなっちゃって、なんか我慢しようと思えば我慢できる咳だったの。だけど次がマックスで、この前煽りだったから、ここ耐えたらあのマックスの煽り絶対声出なくなると思って、申し訳ないですって思いながら咳してた。うん、全然大丈夫。めっちゃ龍角散舐めたから。なんか龍角散の喉飴を朝ね買って、もうステージまで3時間ぐらい、3時間ぐらいね、ずっと舐めてたの。あの口に飴が消えることがないように龍角散飴を飲んで舐めてて、でその始まる30分前に龍角散ダイレクトをカッて入れて行きました。そしたらね、結構治ったの。ちょっとは、え、全然良くない？咳少なくなってない？
今日めっちゃ可愛かった。嬉しい。うちは気づいてくれ。嬉しく、あんなにね高く掲げてくれたら気づきますよ、もちろん。なんかさ、コマがさ気づいてさ、あーってやってもさ、あれコマ見つけたの気づいてるのかなってみんなに思っちゃうんだよね。でも見てるよりコマ見てるからね全部。意外と聞きました、龍角散の喉飴。龍角散だよ、めちゃくちゃわかる。なんか鼻声、今も鼻声だよね、ちょっと。あの、龍角散ダイレクト、なんか龍角散って漢方のイメージがあったから、美味しくないのかなって思ったんだけど、めっちゃ桃味だった。ミンティアの桃舐めてるみたいな。煽りうまくなってた。ね、あれ自分で考えたんだよ。ティリリリリリリン、NST 盛り上、間違えた。NST 祭り盛り上がってますか？あー、よっしゃ行くぞー。今日も NGT48 はあなたと一緒に歩きます。最後のトンネルを、え、マンゴー味もあるんだ、美味しいのかな。スースーするマンゴーってハルコンのありは、あれはもう問いかけだからね。本当にコンサートから成長しました。それもメールで書いてね、コンサートのリベンジを果たせましたって。すごい良くない？感動した、やばい。超嬉しそうな顔してくれてたみんなが。カフェにも行ってきた。どうだった？龍角散味のハッピーターンで、そう、多分めちゃくめちゃ美味しくないんだろうなそれ。コマちゃんの特集、何それ、コマが書いたうちわじゃん。ありがとう、受け取ってくれて。どれかな、書いたうちのどれかな、ちゃんとサインかけてたかな。やっぱりさ、コマの頑張りが足りないからなんだけどさ、いつも端っこの後ろじゃない私。だからさ、みんな見づらい中でさ、ずっとコマを見てくれてるからさ、いつかみんなが見やすい位置にいたいなって思ってたんだけど、今日マックスでできて嬉しかったです。ほら、ありがとう。明日やっとカフェからコマちゃん引いてく。おーい、めっちゃ自信満々、ありがとう、頑張ってきて。なんかそうそうそう、あのさ、バンダイステージめちゃめちゃ暑くて、めちゃめちゃ汗かいてたの、もうわかるでしょ、目にずっと入ってたの、この汗。ヒロカとかもさ、もう滴る、全員滴る汗だったので、もうね、体がね、水を欲してたわけ、ずっと。なのでさ、私たちがダンス踊ってる時さ、みんながさ、ステージの下からさ、もうレモネード振ってるの。あの、近くにレモネード屋さんあるじゃん。その子のレモネード振ってるの。いやいやいや、私たち飲みたいから、みたいな。確かに、みんなも汗だくか。確かにそうか。じゃあ、どちら様だね。ん？なんだっけ？どちら様？お互い様だね。飲む立ち位置でも輝いてます。あ、本当ですか、嬉しいです。じゃあ輝き続けます。すごい、輝き続けますとか言って、お互い様ですね。暑かったね、ありがとうね。今日はちょっとマックスを披露させてもらったから、真ん中でちょっとマックス歌おうかなと思って。
って持ってきたけど、どう？待って、ごめん、明日全然、あれ？ごめん、明日平日の、平日のキレーター。センターだよって言ったあのね、なんかね、立ち位置表がバババって送られてきて、それを見てたら、あ、え、このマックスセンターじゃねって思ってた、思って嬉しかった嬉しかったっていう薄い感想でも本当に嬉しかった。表情とか一期生の方の表現の仕方とか踊り方のテストとか今とは違ってて、なんかそれをなんか真似したいなと思って研究しましたね。会場にペンライト2本忘れてきた。なんだって？じゃあ私が取りに行こうかな映像見たいよね、早く。わかる、私も見たい。なんか NST祭りのいいところってそういうのをさ、お金かけずに見れるところだよね。内緒にしてましたよ。あ、ママも今日来てくれてて、本当はママにも内緒にしようかなと思ってたんだけど、内緒にしたんだけどポロって言っちゃって、マックスのセンターすんのって言われて、え、あ、そうみたいな感じになりましたね。え、太っ腹すぎますよね、さすがに。ありがたい、こうやってさ、どん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 広がっていくのが嬉しいよね。ね、そう、ごめん、イヤホンつけたままで申し訳ないんだけど、今日さ、すごくさ素敵だなと思うアイドルさんを見つけてさ、あのホームステージの方のアイドルステージを見てたの、生配信でね。そしたらなんかすごい、なんて言うんだろう、狂気的というか、また他のアイドルさんと一味違った、しかもめちゃめちゃ生歌で、これ生歌なのってぐらい歌が上手な方がいて、なんか前髪重めのパッツンな子がいたり、ファントムシータさん、もしかしてその方たちかもしれない。本当にもう食べてたか、わあ、ハロウィンみたいな感じの方がいらっしゃって感動しました。私はこの表現力すごいなと思って、すごくない？あんまメイク崩れ、嘘、崩れだな マックスとき315号、あ、じゃあ煽りもしよう。あ、オカルト系それかも。NHK祭り盛り上がってますか？あー、よっしゃ行くぞ。
今日もあなたと歩きます。ければ近づく美しいあの町を僕が住むと信じてきた私が生まれ育った全てを知ってほしい。一番大事な人連れて帰ること、出会った未来はいつも思ったよりも優しくて増えていた。不意に見つけてくる夢が叶うと、その想いが溢れ出した。瞳が伝えたくなる、歩きたい。季節の移りは成長してゆく心に似ている。いろんな花を咲かせながら、時には思い悩んで大人になっていく。ダイヤの空の下が見守ってくれた誰かの存在、支えになった。未来はいつも姿見せずに待っているよ。姉吐き甘えないように愛と涙、人のためになれることね。幸せを噛みしめている。1番3 2番3 3番3 4番3。深い雪もやがて溶けて、大地は新しい芽を出す。苦しいことも悲しいことも、優しくて風景が不意に見つけくる夢が叶うと、その想いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。すごいエコーの効いた咳が出ました。歩けましたね一緒に。ごめんね下手っぴで、うん、もういけるかな普通に。だってさ鼻じゃない、鼻声なだけじゃない、喉いける説ない。なかったかも。
今日の瀬戸りにある歌さ歌いたいよね。やっぱりさ今日やったばっかりだからさうるさ。あ、大人になる前にとかしますか。歌いたくなっちゃってるね。そうだよね、無理しない方がいいよね、明日もあるのに。歌いたくなっちゃってるの私。四十じゃなくない、大人歌うのI'm not afraid to die.
く覚えてますか皆さんは。覚えてますかちゃんと。ここからの移動が大変だったんです。距離流行ったんです。ねえ蒸発歌いたいかも今日。ねえねえみんな蒸発歌いたくなっちゃってきたんだけど、まずは瀬戸涼を教えて。確かに、え、まだ見てない方もいるんで、あ、みんなそういうたくさんギフトありがとう見てない方もいるのか。じゃあそれは公開されてからもう一回やろうよ、あの NST 瀬戸りカラオケ配信。今 ASMR だった。え、やばい、緊張する。こまちゃん下手くそかも。え、ループしてるの？なんだって？一回続けていい？来てないんだよ。風が吹いて漂って日差しの滝が青い天空から音もなく落ちてくる。そっと瞳閉じればどこか遠い彼方へ意識だけが動いて旅が始まる。丘の上で両手広げ一気に走り、ここで大地蹴って飛べるまで繰り返す。夢はやがていつしか知らず知らず覚めてく。せめて願い叶えて鳥になりたい。悲しみに出会ったら迷わずにここに来て、風景の中に溶け込む努力して。無理嫌なことなんか忘れよう。濡れたその頬乾く頃、笑顔を思い出してる。不意にルルよりも少し待ってればいい。消えた水分が悲しみの正体なんだ。授業サボり学校から逃げてきた午後、草の上にそべりそっとまぶたを閉じた。手足をバタバタして空をすいすい泳ぐ。夢を見ているなんて誰も知らない。さっきまで泣いてたそのわけも忘れそう。ちっぽけな自分が地球の片隅で影になる。時間は蒸発させない。人生を無駄にできないよ。早く気持ちを切り替えて随分補給しなくちゃね。好きこの曲。ずっと晴れているわけじゃないんだよ。雨も降ってくれなきゃ日から見るよ。ほんでバババジェジェジェムナデクソの元しもりも人間だって。時には泣くことも必要だ。
涙を蒸発させよう、嫌なことなんか忘れよう、濡れたその頬乾く頃、笑顔を思い出してる。無理に拭うよりも少し待ってればいい。消えた水失敗しましたね。草も花も虫も鳥も人間だって。時にやっぱまだもうちょっと喉は治らないみたいですね。これ歌いたい、コマ劇場で。劇場次いつ出れるの、コマさんは。早く出たいよー。わわ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 。ずっと晴れている日じゃないないんだよ。雨も降ってくれなきゃ干からびるよ。ほら、ありがとう。歌ってくれたら好きになっちゃう。でもコマのこと大好きな人が言ってるんですけど。痛くないよね。痛いのはイヤホンさんです。はい。君は最近ね、君はメロディーをね練習してるんですよ。おじさんみたいな、おじさん住んでます、今だけ。もうね、治りかけでね、変なんだよね、ちょっと。ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する。まばたきさえもできないくらい息を飲みたら見つめ合って動けなかった。愛情は表面張力。な、赤さだな。うわー、いっぱい。うわー、なに、私赤だな。なこの変な人になっちゃった。いや、毒リンゴ食べてみたい。チュッチュッチュ変身。ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する。ねえ、これ歌ってみていい？涙の表面張力。コマの好きなことをしてそれを見てもらう。自由人です。すいません、自由人で。嫌いになるかもしれない。やばいね、エモすぎるね。ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが決壊する。この曲好きなの、コマ。最後の最後までいい人でいたいなんて、優しいふりしてる自分を軽蔑しようか。彼女とは本当に何もなかったと否定しても言い訳をしてるみたいで面倒な。信じられなかったらおしまい。
ちょっと待って、一人で歌えるような話じゃなかった。ああ、息が続かないかと思った。危ない。どこで息吸う歌なのか分かんなかった。無理無理でした。これはじゃあ私がちゃんと歌割りを考えてみんなに披露しますね。次これはじゃあ今度のお楽しみね。ねえ、まだ歌いたい気分。ごめんね、勝手に歌わせといて私のこと。あ、コマ結構今日さ、セカをやってたじゃん先輩たち。また披露したいなって思っちゃったからこれ歌う。セカオを歌います。あ、ごめん、ここ答えって言ってくれた、ごめんね。ん、先輩に影響されてます、この人。あー、世界はどこまで青空なんだろう。悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空を僕は信じる。ああ、突然予期せぬ嵐が来たって、あ、じゃあ私も歌われだけ歌おう。思い出した人持っていてほしい、見上げててほしい、この空を立ち直ってゆく、太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光輝く。わおおわお、わお、全てを枕にしてから、いっぱい食べる、笑う、困ったのに、それは微笑んでほしい。
かないでほしい、幸せになってほしいんだ。嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望だ。遊んでますこの人、どう思いますか皆さん。みんなごめんね、コマの歌いたいのに付き合わされて。結構さあれあるじゃない、明日ねね、あれ NST 祭りさんで歌うまみたいな、あのめっちゃ喉鳴ったごめん、あのうちの歌うま4人組いるじゃない、いや他にもたくさん歌ううまい方いらっしゃるんだけど、あの決勝に行ったが、ん違う、あれわかん、あごめんなさい、ひのさんは、ひのさんとれいなさんは確実に行くんだよね、が行くなんか歌のイベントがあって、それをしてちょっと歌欲がありますね。ソフトセーブっていいよね、結構好きかも。ソフトクリーム食べたくなった、あんな好きだったのに、糖質制限なんかしてない、なぜなんだろう。ソフトクリーム食べなくなった、好きだったのに、恋をしたあの年の夏から、もうずっと食べてないそうさ。置いといて雑談タイムにする。あ、ななみさんもいる。あ、じゃあ皆さん公演いないんだ明日。寂しいな。なんか公演誰が出るかなと思って。あのなんか MC でさ話してたじゃん、あの今日の。でさ、ひのさんとれいなさんが入ってたのはわかるんだけど、なんか遠くにスマホ立てかけてみんなで見てたから、うまく聞き取れなくて、あれ二人しか出ないのかなって思ってたんだよね。あ、みんな出るんだ。みんな審査員ってこと？皆さん4人の先輩方出てほしくない？だって絶対さ上手じゃん。どういう理由？ガキ緊張みたいな理由、絶対上手じゃん。ガキ緊張なんですけどね。あちゅくない、エアコンつけてるのにあちゅくない。今の部屋暑いのよ。そう、これ見て、骨盤にいい椅子なの。椅子っていうか本当は椅子の上に置く椅子。リリカさんの昭和のね、わかる、マジで似合うよね。なんかもうさ、昔っていうか一世代二世代ぐらい前のさ、あの歌を歌ってらっしゃるじゃない、リリカさん。もうめちゃめちゃ上手だけど、あれを聞いてみて、なんか演歌とか聞いてみたいなって思っちゃったんだよね、リリカさんの。味が出る声じゃない、演、いい意味で演歌すぎない声だから
でも拳があるさ、しっかりした声だから絶対演歌やったらさ泣いちゃうと思う。リリカさんが演歌してる。少女へ、あれでしょ、忘れちゃった、歌いたい曲があるの。コアの知ってる2世代前の曲、なんだっけ、年下の男の子、まかなりんごほおばる、ネイビーブルーの T シャツだ。これは知ってるわ。あー真夏の恋はと、あとあれ、なあ思い出せない、やばい、思い出したい、めっちゃ思い出したい、豊永亜希さんがラストヒロインのオーディションで歌ってた曲です。みんな違う違う歌が流れてくる、ずっと頭の中ね、え思い出したい私な。頑張ってよみんな、もうコマは無理、思い出せない、この感じの頭に入ってしまったらもう絶対思い出せない。なになになに、もうなになんだっけ、やだそういうの、やだ。悔しいな、後で調べよう、みんなもわかんないし、わかんない、小泉京子さん、わかんない、歌しかわからない、曲名もわからない、曲名もわかんないよ、歌手の方もわからない、まさんダメダメです、後で調べるわ、みんなに教えるね、これだったって、なんだっけな、お、そろっと1時間かな、よし今日もお付き合いありがとうございました。楽しかったね、 NST 祭り、ありがとね、来てくれて。こうちゃんは今日は壇上を読んでお風呂に入って明日に備えてゆっくり寝たいと思います。ん？マーク増えてない？あれ見ようね、一緒に動画配信絶対見よう、みんなで、曲名わかんないんだよな、まあ調べたらメールかチャットかで送るわ、絶対思い出せない、よし誕生読みます。13位、そんなこと中目黒さん、ありがとうございます。あねえ、そうだ、次の配信からさ、マリナさんみたいにさ、ここのさなんか自己紹介欄とかにさ、あのさメッセージ書いてくれても嬉しいんだけど、
っていう話。山根さんの配信見て、えこれコモもしたいって思ったからお願いします。ぜひ次の配信書いてください。もうじゃあメール不調だけどある程度いい感じ。12位古川さんありがとうございます。11位四十からさんありがとうございます。10位からしさんありがとうございます。9位ピーメガネさんありがとうございます。8位おじゃさんありがとうございます。7位ジャムさんありがとうございます。6位まさぴありがとうございます。5位ぶんちゃんありがとうございます。4位鉄道ありがとうございます。3位みか男さんありがとうございます。2位ワンワンありがとうございます。1位りゅうさんありがとうございます。あれね、呼び方はあったりとかオンラインでお話ししたりとかで呼び捨てにしていいだったり、あ呼び捨てにしていいなって思ったら呼び方変えてるので、ぜひメールの返信とかね、こう呼んでほしいっていうのがあった時とか一緒にあだ名決めたりとかしようね。こちらこそNGT まみれの一日を送っていただきありがとうございました。ぜひぜひ明日も楽しんでください。私もいるので劇場に待ってますよ。コマ補給して来週も頑張りましょう。明日一日楽しんで楽しもう明日。よし、じゃあコマはちゃんとボディクリーム塗ってお肌もツルツルにしてみんなで受付に、あれコマちゃん輝いてるなって思ってもらえるように頑張ります。おーい、今日最後まで誰も前髪を切ったことに気づかなかった、失格。おやすみなさい。嘘、失格じゃないよ、みんな前髪なんて気づかなくていいよ。最悪のアイドルでごめんね、コマちゃん最悪だ。